はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日のテーマは、帽子に似合う髪型にしてください。こういった内容でお届けしたいと思います。これまでもね、帽子持参で来てくれたゲストが、この帽子に似合うようになんてことはよくありました。それ以外にも、このピアスが映える髪型にしてくださいとかね、このお洋服に合わせてくださいなんてことはよくあることなんですが、今回は可愛いベレー帽に合わせてカットをします。この後施術のシーンがありますが、最後にもう一度詳しく解説しますので、ぜひラストまでじっくりとご覧ください。ということで、行ってみよう。では解説します。彼女はね、実は名古屋の美容師さんで、前回は1月にね、岡山県で講習会をした時に参加してくれたので、その時にね、モデルさんとして髪を切りました。俺が講習会をやる時っていうのは、参加してくれた人たちの中から選んで、ぶっつけ本番でカットをするっていう、そういうやり方をしてるんだけどね。一切モデルさんを用意しておかない、仕込みを全くしないみたいな、その方がリアルなサロンワークっていうのを見てもらえるからね。で、彼女はまあ、その岡山県の講習会に名古屋から参加してくれたわけなんだけど、その時はね、ものすごいロングヘアだったの。というのも、ヘアドネーションっていうのがあるね。病気や怪我で髪の毛を失った子供たちに髪の毛を寄付するという、そういう活動があるんだけど、そのヘアドネーションのために髪を伸ばしていたので、ものすごいスーパーロングからバッサリとショートに切った。それが今年の1月で、今9月だから、10月か、今10月だから、もう実にものすごい期間を伸ばしていたわけで、それが今伸びきっちゃったのがこの状態ね。で、今日の本題である帽子に似合わせるっていうことなんだけど、実は最初はね、もうお任せしますって言ってたので、シャンプー終わっていざ切り始めようとなったら、やっぱり前髪は残したいですとかなってね、別にいいよと。で、その後に、あと帽子がって言い出したのよ。だから俺が帽子をかぶってきたゲストに対して帽子に似合わせるっていうパターンではなくて、彼女の方から帽子に似合わせたいですって言って、後から帽子を出して、それに合わせて着るっていう方向になったわけで、具体的なリクエストはその前髪を残したいっていうことだけだったんだけど、帽子見せてもらったらね、ベレー帽であり、まあベレー帽に限らずなんだけど、どうしてもその襟足の見せ方っていうのが、帽子をかぶるってことに対して、似合わせていくにはすごく重要だなっていうのは、もうもともと考えとしてはあってね。だから今回珍しくアウトラインをきちっと決めることからカットが始まってるっていうわけ。ちょっとね、おしゃべりでざーっとこう動画は流れてっちゃってるから、気になる人はアウトラインの決め方からもう一度動画を見直してもらえるといいね。で、アウトラインを切った後に、こうしてトップからだんだん丸くなるように、シルエットを作っていってるんだけど、彼女ね、ちょっと髪質が、いやつやより後ろがすごく髪がね、じりじりしてて、うねっちゃうし、見た目がこうバサバサした感じになっちゃう。で、当然ボリュームが出ちゃう髪質なんだよね。そして骨格もね、かなりこう角があって四角い感じ。そのくせ後頭部はグッとちょっとえぐれてるというかね。だから髪の毛が溜まっちゃう、下の方にこうズンと重くなっちゃう、そういう性質があるわけ。まあそれがその膨らみを作っちゃうわけなんだけどね。だから上から切り始めることによって、なるべくその厚みを残さない、こういった髪質をね、下から積み上げてカットをしようとすると、どうしても膨らみが出すぎちゃうんだよね。で、根元はあんまり立ち上がりがつかない髪なの。だから上はぺったんこで、周りばっかりがドカーンとこう膨らんじゃう、そういう髪、ヘアスタイルになりやすいから、だからわざわざトップから切っていって、軽さを作ってからのアウトラインにつなげていくっていう、そういうカットをしてるね。もうこの辺のエリアとかもすごいからね、毛量がかなり溜まっちゃう。だから上のレイヤーから切り始めて丸くつなげていって、後からアウトラインとの中間の部分を取っていくっていう、そういう切り方をしてる。これは俺の中ではかなり珍しいかな。あんまりアウトラインを直線に切ってから他を切るってことをほとんどしないからね。
でも彼女の場合はとにかく前髪を残したいってことが先にあったから、前髪は一切手をつけない状態でサイドの長さを決定して、で帽子から出た時の襟足のちょうどいい具合を決めて、その中間をつないで、でトップから切ってみたいな、ちょっと俺の中では定番の切り方でなくて、ある程度制限がある中で、のみする方法で切っております。結構ね、トップを切ってからこのアウトラインとのつながりをレザーで切ってるんだけど、結構ここに時間をかけてるよね。ここは短い直線できつい R を作っていくっていう感じ。短い直線をつなげることによって急激な丸みを作って、後頭部のたまりを段階的に、なんていうのかな、くびれを作るというのかな、シルエットをギュッと収める。なおかつアウトラインの長さを最初に決めた長さよりも切り込まないっていう、そういうことを今してるのね。でどうしてもこのベースカットだけでね、彼女のようなたまっちゃう髪をすごく軽やかな柔らかな雰囲気にするっていうのは難しいから、今アウトラインのというかベースカットだけでもこんだけちょっとね、手数が多くなっちゃってるっていうのかな、時間も当然ある程度かかっちゃうし、プラスドライしてからの状態でその時に起こった現象を徹底的に切っていくっていう、そういう手法になるからね。これはやっぱり前回のカットから間が空いちゃってる人ほどこうなりやすいね。仮に彼女が1ヶ月半で次来ましたってなると、かなり手数は少なく済んだりするね。よほどもっとベリーショートにしますとかでもない限りは、今回適正なカットをしてあれば次のカットは時間は早いんだけどね。でそもそも常連さんの場合っていうのは1ヶ月半長くても2ヶ月に一遍来てくれる人が多いから、こんな風にカットに手こずるというか時間がかかっちゃうってことはあまりないんだけど、彼女の場合は、受講生が名古屋から切りに来てくれましたっていう感じなんで、その間はねまた頑張って伸ばしてくれちゃったから、もうなんていうの、伸ばし放題、伸ばしっぱなし、だからどうしてもやらなきゃいけないことが多いってことね。これはつまり新規のお客さんにも同じことが言えるってこと。新規のお客さんは前回、別の美容院で切ったばっかりだろうが、どうしても俺のカットとは全く違う手法、違う思考で切られているから、全部切り直さなきゃいけないことがほとんどなんでね。だから時間がかかります。でここでもうね、ドライした、ベースカットが終わってドライした状態で今ドライカットに入りました。やっぱりこのエリアが一番溜まっちゃって重くて硬い、そういう風になっちゃいやすいから、この部分からまずは手をつけていく。特にね、耳の後ろのところの、なんていうのかな、真上から見た時にが四角くなっちゃう。この両端の角を徹底的に取っていくことね。まずセンターを適正に切っといて、それにバランスを合わせてその角をもうと、ものすごく、なんていうの、減らしていくというか。俺の場合はすきばさみは使わない。すきばさみのなんていうのかな、質感があまり好きじゃないっていうのがもちろんなったし、自分が出したいそのヘアスタイルのなんていうのかな、風合い、にはすきばさみがあれ向いてないというふうに自分が自覚してるからね。それでこうして、チョップで切ったりスライドカットで切ったりっていうことで、シルエットを調整しつつ、質感を調整しつつ、量を取りつつっていうことを長年やってきてる。だからどうしてもすきばさみでガガガッとやるよりはね、やっぱり時間はかかったりするかな。ただ同じ量を減らすにも、すきばさみにはすきばさみの良さがあって、すきばさみにはすきばさみの悪さがある。それはね、まあいい悪いっていうこと自体があまりよろしくないのかもしれないんだけど、それは持っている特徴であり、自分が出したい風合いによって使い分ければいいってだけね。俺も全くすきばさみを使わないわけではない。月にほんの数回は使うくらいしか使わないけどね。それはすきばさみがダメねとか悪いとかじゃなくて、俺が好きじゃない、俺のやろうとしてることに向いてない、
だからどうしてもすきばさみじゃなければできないことをするときにはすきばさみの力を借りますっていう、そういう感じね。こんな風にね、ベースカットで作った状態を乾かしてみたときに起こる現象を、乾かした状態で目で感じて、それを後からいらない髪の毛を切っていくっていう感じね。俺のカットはもう基本的には引き出した時どうなってるかとかじゃなくて、とにかく落ちてる髪がで起こってる現象、髪が落ちた状態で起こってる現象の中でいらない髪の毛を自分なりの切り取り方で切っていくって感じだから、なんか切り方のなんていうのかな、手順が頭の中にあるんではなくて、で常にやりたい髪型が先にあって、それに対していらない髪の毛を自分の中で最も効率よく正確に切り取れる切り方で切る、切ったことで起こる現象にまたさらに何かをしていく、そしていらない髪の毛をとにかく彼女の頭から切り取って床に落として置いて帰ってもらうみたいな、そういう感覚でカットしてるんだよね。だから最初に彼女からのリクエストがあって、こうしようと思った時に、あ、その髪型の切り方ってこうだなみたいなことを全く考えない、今ある中でいらない髪の毛はどれかっていうふうに探していくってこと。そんなわけで、これでカットが終了です。この後ね、カラーリングをする。で、全く別人のように、さらにね、カットだけではなくてカラーリングで別人のようになります。いかがだったでしょうか。帽子ね、夏には夏の、秋には秋の、それぞれいろんな特徴のある帽子がありますが、今回はベレー帽でした。帽子というのは基本的に髪の毛がね、隠れることになるので、どうしても顔が出やすくなる、こういった特徴を持ってるよね。そこで大事になってくるのが帽子から出てる部分、今回の場合でいうとこの襟足ね、襟足がまるっきりなくなっちゃうと顔が前面にドーンと、これを敬遠するお客さんっていうのは結構いたりします。そこを踏まえて今回は襟足の長さを狙い通りに設定して、そこに対して全体のバランスを取るといったカットをしました。ちなみに今回一番苦労したのはカットではなくてカラーリングなんだよね。というのもかなり前になるんだけど、自分でヘナで染めてたのね。ヘナっていうのはヘアカラーとはまた染まる原理が違うので、見た目はあまりわからないんだけど、色がなかなか抜けない、そういう性質を持っている。今回はカットのシーンしか見てもらってないんだけど、実はあの後がっつりとブリーチをして、そこでムラに残ってしまった色に対してあれこれカラーをね、工夫して綺麗な色に染めました。それで今回の素敵な仕上がりが出来上がってるというわけです。もちろんね、カットもものすごく難易度が高くて、彼女の場合は骨格がものすごくこう特徴的な骨格であるのと、前回カットしたのは今年の1月だからかなり感覚が空いちゃってる。そして髪質自体もジリジリとした、ブワッと膨らんじゃうタイプの髪質だったんで、まあ、正直難しかったは難しかったかな。でも頑張った甲斐あって可愛くなりました。正直ほっとしております。ということで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメント欄の方にもどしどしとご意見、ご感想をお寄せくださいまし。ではまた明日会いましょう。バイバーイ。